おめえさん本当に正気じゃねえな。ジョルイスこそ最高なんだって。あすぐやるからね。ジョーはクレイより強かった、シュガーよりも強かった、それから誰だっけ、ほら最近出てきたマイク、マイク・タイソンだ。そいつよりも強かったんだと。ジョーならタイソンなんか片手でビシバシだ。じゃあロッキー・マルシアンはどうだ。ほら来た。俺たちがボクシングの話を始める程度だな。白人どもは決まってロッキー・マルシアンの名前出しやがるんだ。いいか、これが最後だ。よく聞いてくれ。ロッキー・マルシアーノは確かに強かった。だがジョー・ルイスに比べりゃロッキー・マルシアーノなんだ。揚げ潮のゴミも同じだ。だけどジョー・ルイスに勝った。そうだ、ジョー・ルイスに勝ったぞ。75歳のジョーになら勝って当たり前で。トシャー知らねえが、とにかく勝ったぞ。ロッキーとやった時は一度引退してまた出てきたんだから76歳以上だ。ジョーはいつも年サバ読んでたし、いつだったかフランク・シナトラが来てこの椅子に座ったから聞いてみたんだ。なあフランク、あんたジョー・ルイスと出歩いてたろ。あの頃あいつは何歳だったってな。そしたらフランクが言うには137歳だってよ。バカこけ、フランク・シナトラになんか会ったこともねえくせに。なんだと、どいつもこいつもくたばっちまえ。ついだなだ。あれなんだ、これは予算不足のカツラかい。いや自分の髪だ、生まれた時からずっと。あんた髪になんてローションつけた。いや何もつけてはいない、火の実をすり込むだけだ。それにしてもきついパーマだな。でどうかれい。それらしくしてくれればいい。おめえさん本当に正気じゃねえな。ジョー・ルイスこそ最高なんだって。ああすぐやるから待ってな。ジョーはクレイより強かった、シュガーレイより強かった、それからほらさっきのあの若造マイクタイソンだ。それそれそいつよりも強かったんだぞ。ジョーならタイソンなんか30秒で KO よ。じゃあロッキー・マルシアーノはどうだ。うーら来た。俺たちがボクシングの話を始める程度でな、白人どもは決まってロッキー・マルシアーノの名前出し上がるんだ。いいかい、これが最後だよ。聞いてくれ、ロッキー・マルシアーノは確かに強かった。だがジョー・ルイスに比べりゃロッキー・マルシアーノのストレートなんざ火にぶつかったようなもんだ。だけどジョー・ルイスに勝った。そうだ、ジョー・ルイスに勝ったぞ。75歳のジョーリーなら勝って当たり前だ。星は知らねえがとにかく勝ったぜ。マルシアナとやったときは一度引退してまた出てきたんだから76歳以上だ。ジョーはいつも年さば読んでたし、いつだったかフランク・シナトラが来てこの椅子に座ったから聞いてみたんだ。なあフランク、あんたジョー・ルイスと出歩いてたろ。あの頃あいつは何歳だったってな。そしたらフランクが言うには137歳だったってよ。バカ、フランク・シナトラになんか会ったこともねえくせに。腐ったり腐ったり、そして腐ったり。次どうなった。なんだこれ、予算不足のカツラかい。いや自分の髪だ、生まれた時からずっと。あんた髪になんてローションつけた。いや何もつけてない、木の実をすり込むだけだ。それにしてもきっついパーマだな。でどう変えりゃいいんだ。髪も心もピカピカで頼む。おめえさん本当に正気じゃねえな。ジョー・ルイスこそ最高なんだって。ああすぐやるからね。ジョーはクレイより強かった、シュガーよりも強かった、他誰だっけ、ほら最近出てきたやつだ。マイク大将、それそれそいつよりも強かったんだぞ。ジョーならタイソンなんか片手でビシバシだい。じゃあロッキー・マルシアーノどうだ。ほら来た。俺たちがボクシングの話を始めるって言うとだな、白人とも決まってロッキー・マルシアーノの名前出し上がるんだ。いいかい、これが最後だぞ。よく聞いてくれ、ロッキー・マルシアーノは確かに強かった、だがジョー・ルイスに比べりゃロッキー・マルシアーノなんざ揚げ塩のゴミも同じなんだい。だけどジョー・ルイスに勝った。そうだ、ジョー・ルイスに勝ったぞ。75歳のジョーインなら勝って当たり前で。とはしゃ知らねえがとにかく勝ったぞ。ロッキーとやるなら一度引退したのにまた出てきたんだから76歳以上だ。ジョーはいつも年さば読んでたし、いつだったかフランク・シナトラが来てこの椅子に座ったから聞いてみたんだ。なあフランク、あんたジョー・ルイスと出歩いてたろ。あの頃あいつは何歳だったってな。そしたらフランクが言うには137歳だったってよ。フランク・シナトラになんか会ったこともねえくせに。なんだと、どいつもこいつもくたばっちまえ。次どなた。ありえ、なんだこれは、予算不足のカツラかい。ええ自分の髪だ、生まれた時からずっと。あんた髪になんてローションつけた。ええ何にもつけてはいない、木の実をすり込むだけだ。それにしてもきついパーマだな。でどうかれい。
それらしくしてくれればいい。さていいかな。毎朝最初の仕事はこの歩道の掃除からだ。それからウィンドウをきれいに洗ってもらう。きれいにだぞ。筋を残しちゃいかんぞ。おい、こら、何をしてんだい。カメラを壊されないうちにさっさと消え失せろ。いいか、マクドナルドの連中がやってきても気にするな。誤解があるだけなんだ。いいか、あちらさんはマクドナルド、うちはマクドウェルだ。あっちのマークは黄色の M、 うちのは黄色のアーチだ。さていいかな、朝一番でやる仕事はこの歩道の掃除からだ。それからウィンドウはきれいに洗ってもらおう。きれいにだぞ。曇りを残しちゃいかんぞ。おい、これ何してるんだい。カメラを壊されないうちにさっさと消え失せろ。いいか、マクドナルドの連中がやってきても気にするんだよ。誤解があるだけだから。いいか、アジラさんはマクドナルド、うちはマクドウェルだな。あっちの印は黄色のアーチ、うちのは黄色のアーチ。さていいかな、毎朝最初の仕事はこの歩道の掃除からだ。それからウィンドウをきれいに洗ってもらう。きれいにだぞ。筋を残しちゃいかんぞ。おい、ほら、何してるんだ。カメラを壊されないうちにさっさと消え失せろ。いいか、マクドナルドの連中がやってきても気にするな。誤解があるだけだから。いいか、あちらさんはマクドナルド、うちはマクダウェルだ。あっちの印は黄色のアーチ、うちのは黄色のアークだ。それにあっちはビッグマック、うちはビッグミック。オールビーフのハンバーグってとこは同じだ。レタス、チーズ、ピクルス、オニオンもな。だが向こうのパンはゴマ付きだろ。うちのはゴマなしなんだ。俺がやる。さてと、キッチンの中は日に二度モップをかけてもらう。やれるだろうな。ええ、もちろんですよ。よろしい。さあやってみろ。いきなりこの仕事じゃ難しかったかな。それでと、ここが済んだら忘れずにゴミを出すな。はい、来たまえ。君には優しい仕事がある。それにあっちはビッグマック、うちのはビッグミック。オールビーフのハンバーグを使ってるところは同じだ。レタス、チーズ、ピクルス、オニオンもな。だが向こうのパンはゴマ付きだ。うちのはゴマなしなんだ。わしがやる。さてと、キッチンの中は日に二度モップをかけてもらう。やれるだろうな。ええ、もちろんですよ。よろしい。うん、やってみる。バケザヨゼ、お前には無理だ。それでと、ここが済んだら忘れずにゴミを出すな。はい、来たまえ。君には優しい仕事がある。それにあっちはビッグマック、うちのはビッグミック。オールビーフのハンバーグを使ってるところは同じだ。レタス、チーズ、ピクルス、オニオンもな。だが向こうのパンはゴマ付きだろ。うちのはゴマなしなんだ。わしがやる。さてと、キッチンの中は日に二度モップをかけてもらう。やれるだろうな。ええ、もちろんす。よろしい。さあやってみろ。
バケツは使わんで混乱したようだな。それでここは済んだら忘れずにゴミを出す、ね、はい。来たまえ、君には優しい仕事がある。はい。どうも。どうも。はい、アキームです。はじめまして、アキーム。最近ゴミの担当になったものです。捨てるものありませんか？ああ、今は完璧に空っぽよ。ああ、ではそれがいっぱいになったら呼んでください。迅速に処理させていただきますから。ええ、覚えとくわ。ゴミがたまったらすぐにアキームですよ。じゃあそろそろ自分の仕事に戻らせていただきます。また機会があったらゆっくりお話をしましょう。じゃあまたね。はい。どうも。どうも。はい、アキームです。はじめまして、アキム。最近ゴミの担当になったものです。捨てるものはありませんか？今んとこ空っぽよ。ではそれがいっぱいになったら呼んでください。迅速に処理させていただきますから。覚えとくわ。ゴミがたまったらすぐにアキムですよ。じゃあそろそろ自分の仕事に戻らせていただきます。また機会があったらゆっくりお話ししましょう。じゃあまたね。はい。はい。どうも。どうも。はい。アキームです。はじめまして、アキーム。最近ゴミの担当になったものです。捨てるものはありませんか？今は完璧に空っぽよ。ではそれがいっぱいになったら呼んでください。迅速に処理させていただきますから。覚えとくわ。ゴミがたまったらすぐにアキームですよ。じゃあそろそろ自分の仕事に戻らせていただきます。また機会があったらプロとしてお話をしましょう。じゃあまたね。